皆様、こんばんは。お待ちいただいてありがとうございます。マイク・グウェンと申します。米国大使館の文化部の所属です。雨の中、皆様、今日はありがとうございます。今日はニコラス・クラ,クラーレフさんをスピーカーとしてお迎えしています。それからバズフィード・ジャパンの古田大介さん。そして 朝日新聞の秋山紀子さんを司会者とししててお迎えしています本題に入る前にアメリカン・センター・ジャパンの紹介をしたいと思いますこのセンターは文化プログラム今日のようなプログラムを行うための場所ですまたその他にもエデュケーション・ USA のアドバイザーがいて留学相談をしています無料で偏りのない情報を提供をしています またその他の文化プログラムをやっていますのでアメリカンセンタージャパンドットコムのウェブサイトをぜひご覧ください。本日のプログラムについてはスピーカーの意見はあくまでも個人的なものであるということを強調しておきたいと思います。必ずしも米国大使館、米国政府の意見を反映するものではありません。とてもタイムリーなトピックですので。 活発なディスカッションを楽しみにしておりますメディアと変貌する環境についてディスカッションを行いたいと思います今日のプログラムはライブストリームをしますまた後ほどアーカイブにも入れる予定にしています英語版日本語版両方をアップする予定ですので英語の練習にもなるかと思いますでは司会者の紹介をしたいと思います朝日新聞の秋山紀子さんです 現在、編集委員でいらっしゃいます。さまざまな分野を担当されています。政治、市民社会、女性のエンパワーメント、国際関係なども担当されています。朝日新聞の女性編集委員の第一人者として、毎月、社説面のオピニオンコラムを書いていらっしゃいます。その他の編集委員の方とともに担当されています。 英国のロンドンスクール・オブ・エコノミクスより修士号を取得され、また、東京大学社会学科より学士号を取得されています。え皆さんこんばんこばは 今日は変貌するニュースメディアとデジタル社会のメディアリテラシーのお集まりにあの雨の中お集まりいただきましてどうもありがとうございます私は今紹介いただきました秋山典子と申しますあの今日の進行を務めさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします 私は朝日新聞の返信をしておりまして今もご紹介いただきましたように政治分野をフィールドとしていますけれども日米関係とか永田町霞が関だけのことにとどまらずもっと幅広い政治というふうに私は言っているんですけれども民主主義ですとか市民社会あるいは女性問題なんかについても幅広く取材をして主にコラムを書いています。 今日はですねまさにホットなトピックでしかもいろんな年齢の方が今日いらしていただいていて非常にあの面白いエキサイティングな回になるかなと思っているんですけれども最初に基調講演いただいて私たちでディスカッションした後皆さんに質疑をいただく時間も結構とっていますのでそのつもりで今日はの聞きいただければというふうに思いますでは最初に基調講演いただきますニコラス・クラレフさんのご紹介をさせていただきたいと思いますワシントントの国際外交 のエグゼククティィブディレクターをされていますでアメリカ外交がご専門で今はエグゼクティブディレクターをされていますけれどもその前はファイナンシャル・タイムスやワシントン・タイムズの特派員を10年以上にわたってお勤めになられました。 アメリカの国務長官に伴って多くの国に外遊にも同行されこれらの新聞に記事を書く以外にもハフィントン・ポストなど多くの活字メディアに原稿を書かれテレビにも CNN や BBC など多く出演しまずから外交をテーマとしたテレビ番組のホストやディレクタープロデューサーなどもお務めになられています。そして今はアカデミーで 政府の公館や国際関係の専門家に多くのトレーニングをされていますそれではクラレスさんよろしくお願いいたしますご紹介いただきありがとうございます皆さん今日はお越しいただきありがとうございます雨が降っているにもかかわらず 雨が降ってるから少し空いてるお席もあるんでしょうかまあでも満席であるというつもりでお話をさせていただきたいと思いますまあもう少し良いお天気であった方が良かったかもしれませんが今日は今お話があったように少し私の経験私の専門分野について背景を少し話をさせていただき そして私がそのバックグラウンドからどうしてメディアリテラシーメディアランドスケープということについて話ができるその資格を持っているのか少しご説明を差し上げたいと思います。これまでの私の仕事ですがジャーナリストとしてほぼ私の一生を過ごしてまいりました18年ジャーナリストとして仕事をしてまいりました。 ファイナンシャル・タイムズそれからワシントン・タイムズこの2つの新聞において私は仕事をしており特にアメリカの外交政策外交ということについて書いてまいりました国務省に台頭して常駐記者として仕事をしてまいりました同じ飛行機に乗ってそしてオフレコでそしてオンバックグラウンドという言い方をしますがこれを 差についてそのオンリコードオフレコードオンバックグラウンドということについては後で話をしますが4人の国務大臣についてもありましたマデレンオールブライトコリンパウエルコンドリスライスそしてヒラリークロンティンリントン氏ですそしてその当時にアメリカの外交の実践について大変関心を寄せることになりましたそしてその 外交に携わっている人たちに関心を持つようになりました。まそこでこの6年前に私が参りました時にその書いた外交について書いた本をプレゼンさせていただいたんですけれども、こういった日刊使の仕事を去った後、私はこれまで誰もやってないことに乗り出したいというふうに考えたわけです。それは何かというとある種の組織もしくは機関を作って、そして。 さまざまな国の外交官がやってきてそこで訓練を受けることができるような外交官もしくは今後外交官になりたいと思っている人たちもうすでに国務省ですとか国際関係の分野で仕事をしているけれどもまだ正式には外交官でないような人そういった人例えば防衛省ですとかもしくは商務省ですとかもしくは経済関連それ以外の政府の機関で例えば 宇宙探索ですとかもしくは旅行ですとかそういった関係の仕事をしている人で外国観になりたいような人そういった人に来ていただきたいというのでワシントン国際外交アカデミーというのを作り上げた立ち上げたわけであります外交の実践について学ぶことができるようにということで外交の理論というよりは実践について学ぶことができる場として立ち上げたわけですでは私がジャーナリストであった時代にさかのぼりたいと思います もしかしたら皆さん幾分ご存知かもしれませんがジャーナリストワシントンで仕事をするジャーナリストってどんなものだと思われますかワシントンに行かれたことない方も多くいらっしゃると思いますが何らかの印象は持っていらっしゃるんではないでしょうかさまざまな情報を見るにつけて今となってはもう日刊して仕事をしていないジャーナリストとして今私が面白いなと思うのは 政治とそれからジャーナリズムの関係性です。政治と言った時、これは政府も含めて私は申し上げています。英語では2つの言葉があります。1つは政治 politics。そしてもう1つは政策ポリシーです。まあほとんどの言語では1つの単語で両方を表すと思うんですけれども、日本語ではどうなんでしょうね。それは存じ上げませんが、そういうのは一体どういったものなんでしょうか？ ジャーナリストのための学校に私はアメリカで行きましたジャーナリズムって教えられるもんじゃないと思っている人もたくさんいるんですけれどもまあこれは外交に関してもそういう人がたくさんいますそこで一体何を教えられるのかというとジャーナリストのための学校養成学校に行くとまあもちろん論理的に考えても驚くべきことではないんですけれども メディアの役割の2つ上の2つつまり情報を知らせるということと教育をするというこういった役割があるということを教えられますしかし最近になってこの2つの間では少し違いが出てきました1990年代にエンターテイメントの要素楽しませるという要素がメディアの役割として入ってきたわけですこれはテレビ由来でありますテレビから始まりました アメリカには NHK はありません PBS はありますでも PBS の資金というのは NHK の資金のその調達法とは違うわけですつまり最もよく視聴されているアメリカのニュース番組というのはこれはですね商業的なテレビネットワーク3つあるんですね ABC NBC それから CNN CBS です失礼 で、そしてそこにウォーターコンカイトと呼ばれるアンカーマンがいました。CBS のイブニングニュース何年もわたってアンカーマンを務めていた人です。何年か前に亡くなられましたけれども、彼は CBS のイブニングニュース1981年にもアンカーマンをやめています。で、そしてフィナンシャルタイムで仕事タイムスで仕事をしているときに私は彼にインタビューをしました。もう17年、8年、18年ぐらい前になりましょうか。彼は大変不満を感じていました。 ある種ののテレレビのニュースにに入ってきたトレンドに対してですそれはですねハードニュースと呼ばれるものに対して割く時間を減らしそれに対して消費者向けのつまりソフトニュースと呼ばれるそういったものに時間を取るようになってきたそういったストーリーは一体何かというと例えば日々飲んでいる薬これを飲み続けると体に良くないというようなそういったものなのかもしくは日々食べている食事これはあなたの体に良くないとかそういった つまりはですね人々の恐れを利用しているようなそういったストーリーです。今はですね他の理由でもってして政府の高官が人々の恐怖心を利用しようとしているわけですがまあそれがインフォテイメントつまりエンターテイメントがジャーナリズムに入り込んできた単に情報を知らせ教育するだけではなく視聴率を取るための番組を始めたわけです。視聴率を 取れば取るほどですね広告料高く取ることができるというのがその理由です。で、今はインターネットの時代となってえ、そしてメディアが拡大してまいりました。その結果として4つ目のメディアの役割ができてまいりました。これはエンゲージメントと呼ばれるものです。 こ,のこれまでは一方方向だったわけですつまりメディアがストーリーを書きそしてそれを読む読者がいるというものだったんですでもこれは双方向ではなかったんですでもちろん編集長向けのレターが書かれたりということはありましたけれども今はそれが変わりましたその中でも最も重要なのが編集者たちがコンテンツを作ってそれを作る時にですね 読者が求めるコンテンテツを作ろううと思うわけですつまりクリックがどれだけされるかとかいいねがどれだけ獲得できるかとかそういったことがとても重視されるようになってきたんですで一番最後のところ政府に説明責任を政府の説明責任を追求するという役割もありますがこれはもちろん民主主義という面でとても重要ですしかしメディア中国のメディアにこの役割を期待するのは難しいかもしれません。メディアというのははこれは 文献ということを考えたとき政府には3件文献というのがありますよねこれが司法とそれから立法とそれから行政ということですけれどもその4つ目がメディアであるという,ふうに言われたわけですつまりその責任は大変大きなものであるということになりますそしてその結果一体何が起こったのかこの後見ていきたいと思います 今日はメディアリダラシーとといいううこにについて話すように要請がありましたなぜか、これは私の想像ですけれども多くの人がニュースで今、もしくはメディアで目にすること若い人だけではなく私の年齢の人も目にするメディアの中で目にするものをどのように捉えればいいのかどのように考えればいいのかということを迷っているからではないかと思います。 メディアリテラシーの定義をここでしてみましたけれども、私が思う定義というのは、メディアリテラシーとは、さまざまな形式のメディアにアクセスし、理解し、分析し、参加をすることであります。アクセスというのはその通りなんですが、人によってはそうではないかもしれません。 皆さんが求めているその内容のニュースにどうしたらアクセスすることができるのかまたメディアで目にするもの読むものを解読する必要がある時もあります人々はそれぞれ何か意図を持っていることがありますそしてそれに対立するその意図を持っている人もいますのでそのメディアのヘッドラインに出てくる ものも皆さんにとってはその？明らかなものである場合もあります。けれども、誰かがその操作をしようとしている意図が働いていることもあります。ですから解読が必要です。情報をその武器として使うというのが第2点目ですけれども、文字通りの武器ではありませんが、政治でにおいては特にここ2年もっと長い期間。 かもしれませんけれども、大変活用されています。情報はかなり影響力が大きいことがあります。人々の投票行動を左右するだけでなく、ロシア問題だけではなく、サウスカロライナの例えば有権者がいて人がいてそのピザのレストラン、ワシントンの ティザレストランがありヒラリー・クリントンがその地下室にその子供をそを虐待するための場所を作ったとかそういうようなそのことを信じているしまう人がいたりするわけです。ですからそのヘッドラインに出てくることを解読する必要がある時が。 あるのです実際にそのストーリーの内容以上に重要なことがあるんです。実際にこういったことが起こったとか、そしてそのトレンドがあったりするんですけれども、ストーリーを実際読んでみると、そのヘッドラインに書いてあることと実際にストーリーの中身が きちんとと充ししてていなくて薄いことがあったりします記事として出さない方がいいんじゃないかと思うようなものもあります。その信憑性という問題がありますけれどもジャーナリストとして用いるその最大の武器というのはその信頼性でありますからそれをなくしてしまったらやめた方がいいということにもなります。残念ながら メディアの関係者、多くの人で、ジャーナリストのふりをしている人もいます、そのふりさえしない人だっているわけです。人が信じてほしいな、信じてくれればいいなというような記事を出してしまう人もいます、後ほどフェイクニュースの話をします。なぜかというと、彼らには意図があるんです人の考ええを変えたいいと思っているからです。 特定の有権者政党に投票してほしいと思っているかもしれません。またはその別の人の,その意図があってそれに反対するためのものだったりします。次にお話ししたいのがメディアリテラシーですけれども特に若い人に中学生高校生ぐらいの人に。 メディアを責任ある市民として、民主主義の国民として、いかに消費をするかというのをどうやって教えるかということで、なかなか難しい課題であります。アメリカでは大きな問題があります。なぜかというと、これを教えないからです。その消費者にどうやって読んだらいいのか教えないんです。 なぜかというとその教育が中央,中央化されていないからです日本の場合は文科省があって教える内容を決めて教科書も決まっていて同じ学年の生徒は大体同じような教科書を使っているわけなんですけれどもアメリカは州ごとそして地区ごとにシステムが違うわけです。 ですからお隣に住んでいる生徒であっても違う学校に行っていれば全く違うことを学んでいるという状況がありこれから先これは大きな課題となっていくと思います後ほどもう少し詳しくお話をしますそしてオーディエンスの話も少ししたいんですけれども現在のジャーナリズムの課題についてお話をしたいと思います 最初の点は今ますます深刻になってきているんですけれども人々が意図を持ってメディアを利用しているという状況でなかなか大変ですニュースルームの中ではそのニュースと意見オピニオンは別々です私がワシントン・タイムズで働いていた時はニュースルームはニュースを扱い オピニオンのセクションは別のフロアにあってお互い話をしないという状況でした。ワシントン・タイムズは保守派の保守系の新聞ですけれども、私は保守ではありません。私はリベラルでもないかもしれません。真ん中かもしれません。私は誰に投票するとかそういうことを言っても い,いと思うんですでも私のそういうことを言ったとしてもその私の主張というのは変わらないと思うんです。それがより正しくなるとかそういうことではなく取材には影響しないと思います。その記者というのは取材をしてニュースを伝えます。そして ニューーースストーリーの中で意見を伝えるとということもありますでもその主張があまりにも馬鹿げていた場合というのはそれ自体がストーリーになるかもしれません。どの国でもメディアのオーナーシップというのが注目されますけれども誰がそのメディアを所有しているのかということが 注目を浴びますでどういったような意図を持っているのかということも影響してきます。また、記者ですけれども、多くの国では、メディアのオーナーがジャーナリストを操作したがるということがあります。こういった その記者にたくさんお給料を払いたくないあまり経験のない若い記者を雇って安く雇って仕事をしてもらおうとすることもありますでも経験や知識が足りないので操作しやすいということもありますそして検閲と自己検閲なんですが検閲 よりも自己検閲というのは組織の内部にあるものですからより危険なこともありますアメリカその他の国でも目撃したことがあります編集者が何を目指しているのか分からないことがありますその編集者が記事を編集するわけなんですけれども その編集者が読みたいと思う内容をその書くべきだということで記者がそれで忖度してしまうというのがまずいと思います。編集長は保守で共和党支持者だということを私は知っていましたけれどもでも私は必ずしも彼にアピールするために記事を書くべきではありません。彼はプロですからもちろんその点も分かっているはずです。 まただからトレーニングと経験が重要なのですそして巧妙な PR という話もしたいと思うんですけれどもここ20年25年ぐらい出てきた動きなんですがいろんなトリックスキル これももとと関関係係がががああるんですす意図とも関係がありますこういった巧妙な PR 的な手法を使うとより新聞を読んでもらえるということもあるので少し変な関係なんですけれども PR の関係者がこの記事を書いたらどうですかというふうに言われたりするんですが。 ジャーナリストが記事を書くときにもちろん良い記事を書いてほしいと、そしてそのために時間を費やしている人たちがいるということです。これもトレーニングに関わっています、外交ということではなく、この場合はジャーナリストの訓練、トレーニングということです。例えば 外交分野をカバーしているのであれば別に国際関係の学位を持っている必要はありません持ってればその方がいいですけど持っていなかったとしても専門家になることはできます 自分の分野をしっかりと知るということそのことによって操作を回避することができるようになります誰かがこのストーリーどうですかというふうに売り込んできた時もしそのことをよく知らなかったらばより大きな目で文脈にのっとって見ることができませんそのストーリーがどれだけ重要なのかどうかも分かりませんもしくは自身が操作されている操られているということすら知る由しもないわけです では偽のニュースフェイクニュースについてまず定義をしたいと思います一体フェイクニュースは何を意味していて何を意味していないのか見ていきましょうまず何を意味しているのかですがフェイクニュースというのは起こっていないことですつまりニュースのストーリーで起こってもいないことそれがフェイクニュースもしくは起こったかもしれませんがその報道されたような形では起こっていないようなでっち上げそれがフェイクニュースですでは フェイクニュースは一体何を意味しないのかこれは適切な正当なストーリーであるけれども単に気に食わないというようなものもしくは自分の意見に一致しないというようなものもしくは好きではないもしくは合意できないような人が書いたものもしくはあなたに単に合わない人としてもしくはあなたの意図ですとか政治的な背景に合わないというようなそういったストーリーはフェイクニュースと呼ぶべきではありません。 残念ながらフェ,イスフェイクニュースではないようなものこれがですねハイジャックされ政府の高官のレベルでそして適切な仕事をしている人たちに反対するためにそういった意図を持ってそして世論を動かすためにそれが利用されてしまっています。一部の人の人意見 信念政治そういったものに合わないようなストーリーというのが出来上がっているということなんですこれがまた何らかの意図アジェンダセッティングというところに関わるわけですが私はジャーナリストの学校には行きませんでしたが行きましたけれども失礼ある教科書にこのように書かれていました 事実を書いてそして自身の意見を作っていただくというのがジャーナリストの仕事であって人々にどのように考えるべきかということを伝えるのではなく何について考えるべきかということを伝えるそれがジャーナリストの仕事であるつまり重要なアジェンダは一体何なのかということを考えさせる役目それがジャーナリズムであるというふうに教えられました。 ですから文脈によってアジェンダの意味というのもまたちょっと違うんですけれども悪い意図があるというそういっただけの意味ではなくジャーナリストとしてその社会がこういったことに関して議論すべきであるということを考えるそれ自体をアジェンダという言いい方で呼んでんます信憑性ということについて申し上げましたこれがジャーナリストにとって最も重要なものであるメディア全般的に。 そうであるということを申し上げましたそういった意味で今信憑性や信頼えそしてメディアにかける自信の危機が存在していると言えます全ての国においてメディアだけではなく政府に対する信頼自体が失われているんです特にメディアはそうだと思います一体誰を信じたらいいのかどの情報源を 信じたらいいのかどのニュースを読むべきなのかということが本当に分かりづらくなっています自身が朝起きてそして情報を得たい時にコンピューターにログインするもしくは電話もしくは iPad にログインしてそしてニュースを読みますねその時にそのニュースは一体誰が書いたのかどこからやってくるのかまそこでアメリカで呼ぶところの ポスト真実の現象ということについて話をしたいと思います。我々はポスト真実の世界に住んでいるという言い方をアメリカではしています。では、この真実ということに関して私が他の国に行きますと常にこういった質問を受けます。ジャーナリストは真実をどののように報道すべきなのか 真実という言葉自体大変重い言葉だと私は思っていますそして人によって真実というのは違うものだとも思いますですから私は常に客観性を維持しようと思っていますですから中立性と言ってもいいかもしれませんジャーナリストは中立であるべきなんでしょうかしかし我々は皆人間です例えば児童の虐待についてのストーリー もしくは15歳の子供もを児童の戦士にしてしまうようなそういったことに関して中立でいられますかいられないと思いますですから中立であるというより客観的であるということがとても重要だと思いますしかし知識を得て世界の見方というのを養い 世界を理解しそして書いているストーリーをある種の文脈にちゃんと置ける能力っていうのはとても重要だと思うんです。そそしてののストーリーリ意味する ところをしっかりと理解するということがとても重要だと思いますある人がそのストーリーを読んだ時にその人に情報を提供したいというふうに思っているかもしれませんがその読んだ人の人生に何らかの形でそのストーリーは影響するのだろうかというふうに前もってそれは考えなければなりませんですから真実に乗っ取るというのはとても重要でありますがストーリーを書くときそして2人の人と 話をしてそしてその人たちが2人とも目撃者だとしますそうすると同じストーリーに関しても彼らの証言というのは全く異なるものになるかもしれませんそういった場合はその2人の証言を両方ストーリーに書くんですかそうすると読者としては実際何が起こったのかわからなくなってしまうかもしれないとても難しい状況になってしまいます政府に説明責任を果たさせるということをお話しいたしましたじゃあメディアの説明責任は誰が果たさせるんでしょうか それは法律なんですかアメリカではメディア法と呼ばれるようなものはないんです。存在しません。修正第1条があるだけです。その中で表現の自由、報道の自由、そして言論の自由、集会の自由、これが保証されている。それだけです。メディア法と呼ばれるようなものは存在しません。ですから、 メディアは自主規制をしななななければならいないととうことになりますそれは例えば倫理基準というようなものを作って行ったりジャーナリストの学会というのがありますけれどもそこでは倫理基準というのがあります大きなニュース企業の中には内部規則というのがあってそれに違反するとそうすると辞めさせられるかもしれないだからといって刑務所に入れられるわけではありません。 それから方針というのがあると思いますそれぞれのメディアの企業そして新聞が設定している方針そしてその方針には従ってくださいというようなものがあります例えば情報源に関して匿名の情報源に関してどのような扱いにするかこのストーリーありますけれども匿名でお願いしますという,ふうに言われたらどうするんですかというようなそういったその規則というのはそれぞれの 企業にあります似たようなものである場合も同じ場合もありますけれどもつまり私の申し上げたいのはこれはその,出版社自身がその説明責任を果たすえじゃあ国民にその説明責任を果たさされるのか十分な罰則があるのかそしてやり方を変えさせることができるのかそれはどうなんでしょう。 この後もうすぐディスカッションに入りたいと思いますが最後にそれともこれは質問の中で一緒にお話をしますかまあ今日起こっていることについて申し上げようかと思ったんですけどちょっとこれはじゃあ後にしましょう私はもうこれくらいにしておいて他の方にも。 時間を取っていただきましょう今日学生の方もいらっしゃいますよね何人が学生か存じ上げませんけれども私のアカデミーが一体何をしているのか少しだけお話をさせてくださいサマーディプロマティックアカデミーというのをやっているんですこれは学生対象、若いまキャリアの早期の段階にいるプロでこれは 7月の最後の2週間で夏の間ですのでもしかすれば皆さん関心があるかもしれませんね。で中国の方がいらっしゃってこの年は日本人の方がお知りにならなかったのかいらっしゃいませんでしたいずれにしてもワシントンで2週間で開催しております。そしてインンストラクク・ターーはマークデビッドソンさんとか 以前、米国大使館の広報担当候補者をされていた方、その他の元外交官、現役の外交官、2 3 0年間、外交官をされていて、辞められた方が教えてくださいます。実務の経験のある方からお話を伺うことができます。今年は6カ国から参加者の方がいらっしゃいましたけれども、来年はもっとたくさんの国から参加していただきたいと思っております。 グーグルしていただければ検索していただければ出てくると思いますのでぜひご覧ください今日はご清聴ありがとうございました通訳にとって大変でなければよかったと思いますがいかがでしたでしょうかではちょっと戻りましてはいありがとうございましたクラレフさんどうも そのアカデミー是非何か私も勉強したいななんて思ったんですけれどもあの今お話を伺っていて、まあ、現状認識ですとかあるいは問題提起今を表すさまざまなキーワードがあったと思いますでお話を伺っていてですね、まあ、最初にちょっと私のコメントそれからあの古田さんのコメントを頂い,いてからあのいろんな議論に入っていきたいと思いますけれども、えー、最初にあのクラレスさんはもともとワシントンで仕事をするジャーナリストだったという話がありました。まあ、私は まあ言ってみれば永田町で活動するジャーナリストだったというかまあ今でもそうなんですけどまあだいぶちょっとスケールが小さい感じがしますけれども日米同じだなと思ったのは政治と政策っていうことについてなんですねで私は政治部なんですけれども政治部に来てまあ今から20年ぐらい前ですけど最初に先輩に言われたことは政治と政策は違って我々は政治を追うのであるとで政治とは何かっていったらそれは権力闘争。 なんですよねでそれはやっぱりその政治家たちの権力闘争によって多数派が作られて政策が決まっていくわけだから権力闘争というのは非常に大事な要素ですでもまあそれってその非常にこう危ういあの一面もはらんでいてあこれはあくまでも私の,あの意見であの私の,あの所属する機関の意見ではないんですけれど危ういところも含んでいてえと先ほど情報源の話なんかもあったと思うんですけれどもまあ権力闘争で こう戦っている政治家たちからこう情報を取ってくるためにはやっぱりすごくディープなインサイダーにと,としてジャーナリストもならなくてはならないでそれって一歩間違えると,えと完全にこう取材する側と取材される側が一体化してしまう時があるんですよねであのインサイダーになってまあ言ってみれば同じ一味というか仲間みたいになってしまうところがあって。 でそうすると、その記事が先ほど客観性とか、えー、とニュートラルあの中立性なんていう言葉があったんですけれども自分たちがその、えー、取材している政治家と一体化してしまってでそうするとなんかややもすると無意識にその政治家たちの側に立ったものを書いてしまうってやっぱり危険が多くあって、まあ、私も自分自身のこう振り返りも含めて、まあ、そういう場面はたくさんあったなと思うんですけれども。 でそこで思うのですが、えー、先ほどのあのクライスさんのお話の中にフェイクニュースの話がありました。でこれってすごくその私たちのその政治メディア、まいわゆるメインストリームメディアとよくあのトランプ大統領が表現していますけれども、がその。 言ってみればフェイクニュースを生み出した原因の一端も私たちにあったのではないかなというふうに思うわけなんですね。というのはやっぱりそうやって権力と知らず知らずのうちに情報を取ろうとして必死に取ろうとしてなんだけれどもある種一体化してしまうようなところがあってそうするとそれはやっぱりこう新聞を読んでる人たちはそういうところから距離を置いて読むわけだから。 やっぱり分かるるとと思うんですよねその権力と一体化してるこの人たちは決して客観的でも中立的でもなく権力と一体化しているんじゃないかってそういった疑問とか疑念というものがこうマスメディアへの信頼を失わせてひいては今そのフェイクニュースというものがすごくばっして横道を振ってしまっていてさらにはそれが権力者に利用されてしまうというようなこういう状況を生み出したんじゃないかというふうに思うわけなんですね。今あのアメリカ アメリカではまさに中間選挙が行われるわけなんですけれども古田さんからコメントをいただいた後でクラレフさんにまさにこの今の最新状況中間選挙でフェイクニュースっていうのが一体どういう状況になっているのかということについて。 後ほどお話を伺いたいと思います。で、その前にまず今日のもう一人のあのご登壇いただいているえ、古田さんのご紹介をあのさせていただきます。え、古田さんはですねえ。スフィールドの相関編集長です。で、あの元々はあの朝日新聞の記者で社会部の記者だったんですね。で、私、あの元同僚で古田さんというか、古田君っていう感じなんですけれど、も社会部のあの事件記者で、その後特派員。あの主にアジアをフィールドとしてえ。 韓国やあるいはシンガポールの支局長なんかも務められた後デジタル編集に携わりその後私どもの後ところを去ってしまってですねまあ今あ、イケイケの,あのインターネットメディアにえあので今、職を変えて活躍されているところです。まずじゃあ古田さんにあの今のクラレスさんのスピーチを聞いてのコメントを伺いたいと思います、はい。Akiyama さん 大変包括的なプレゼンテーションありがとうございますメディアの環境についてお話をいただきましたがコメントの前に日本語に変えたいと思います通訳の方がいらっしゃるので。 多分私の英語ではなくて皆さんクラレフさんの英語の方がいいと思いますので日本語にし,英語にし,日本語にします先ほどのプレゼンテーションって本当にこう全体像を見渡しているなと思ったんですけれども今ってどうしてもそのメディアに関心がある人ってそのフェイクニュースとかポストトゥルースのところにあの注目しがちなんですけれどもあのクラレフさんの話っていうのはあえてその前のところから。 そもそもメディアの役割とはというところから始めているところにやっぱり特徴があるかなと思いましたそしてメディアの役割が変質してしまっていたといつの間にかそれは最初はそのテレビにおけるそのインフォテイメントと呼ばれるような情報バラエティ日本で言えばというものが視聴率とともにそのテレビの業界にこう流れ込んできてその後インターネットの時代になってくると今度はページビューですね どれだけその記事が読まれたかというのがそのまま数字にデータで出てくるしかもそれが売り上げにつながってくるそういう時代になっていくとあのさらにそこに今度はソーシャルメディアも加わってですねどれだけコンテンツが拡散するかっていうものが各メディアの影響力に直結するようになってしまったそうするとクラレフさんもおっしゃるように オーーデディィエエンスが望む形にエディターたちは記事を作り始めるこれは紙の時代やテレビの時代には紙の時代にはなかったんですよねなぜなら紙の時代にはオーディエンスデータが取れないからどの記事がどんだけ読まれてるか分からないからそんなこと気にせずにエディターたちは自分が信じるものだけを書くことができたでもそれが実は今の時代にできなくなっているでそこに本質的な変化が訪れているとでさらにそれはそのジャーナリズムに対する挑戦につながっていくわけですジャーナリズムが自体も メディアの役割が変質することによってジャーナリズムが変質していく、でそこで生まれてくるのがフェイクニュースの問題であったり、あのポストトゥルースのような問題であるという、まずこのやはり全体像を捉えない限り、なぜフェイクニュースが生まれているのか、なぜポストトゥルース状況が生まれているのかというのが分からないと思います。で その上でその処方その一つとしてまあ紹介されていたのがそのメディアリテラシーのお話だったと思うんですけれどもあのこれも僕あの全く同感します結局そのメディアをどう読み解くかっていうこの教育がなされないとまあはっきり言って全く分からないわけですね。メディアである程度そのトレーニングを受けた人間例えば僕であったりその秋山さんであったりとかであれば ある程度ニュースを見たらもうパッと分かるんですよね。あ、これ怪しいぞというのが分かるんですけれどもお、おそらくほとんどの人は分からないと思います。で、僕らみたいなプロでも本気で相手が騙しにかかったらはっきりと分からない。あのえっと、英語の題名を忘れましたけど、ニュースの天才っていう映画が以前ありましたが、あれ、えほ英語の題名って何でしたっけ <laughs> で、あの、 まあ、あのアメリカの有名メディアの若手の記者がどんどんスクープ独自の面白いリポートを出すとでも実はそれが全部あのメイドアップ作られたストーリーだったっていうあのそれぐらいもし本気で誰かが嘘をついたら、まあ、はっきり言っても分からないわけですでそこであの考えなくてはいけないのはやっぱりあの倫理観であったりルールであったりをまさに自分たちで持っていないといけないそのメディアリテラシーがユーザー側に必要だし一方で高い倫理観がその メディアの発信者側の方に必要であるというのが現在の状況であると思いますで最後ディスカッションに入る前に日本の状況っていうものを僕が今どう捉えてるかということをお話しさせてもらいたいんですが先ほど秋山さんからおっしゃっていただいたように僕もともと朝日新聞で13年記者をしていましたでその後アメリカ発祥のバズフィードというメディアに移って今3年編集長をやっています でその新聞からインターネットに移ってで日本からアメリカのメディアに移ってその世界中のそういうインターネットメディアとかその新聞のメディアとかと日本のメディアを比べる視点を手に入れることができたんですがそこで思うのが日本ってフェイクニュースとかってまずアメリカに比べると少ないです。でこれはあの理由の一つは簡単であのロイターインステ,ィテュートというところが出しているデジタルニュースリポートという あの毎年出しているレポートがあるんですけれどもそれによると日本人でニュースをシェアする人って13%コメントする人は8%これで大体アメリカの3分の1ぐらいの割合ですで大体どこの国もあのそのアメリカと同じぐらいの割合だから日本って実は異常にニュースについてコメントしない人たちなんですよねだからフェイクニュースも拡散しないそれと同じぐらい という理由が1つありますただ、日本のじゃあ危機はどこの部分にあるか、そういうふうにあんまりインターネット上でアクティブではない人たち、で、最もアクティブではない人たちが誰か、実はメディアの人たちです。日本の新聞やテレビの人たちはインターネットをあまり使いません。なので、インターネット上でフェイクニュースに対して対抗しようという風な動きがとてもとても弱い。 なので一度拡散し始めたらもう多分誰にも止めることができないそういう危機的な状況に日本はあるんじゃないかと思っています僕のコメントはとりあえず以上です え古田さんありがとうございましたあの新旧のメディアをあの両方とも知っているのであの今の日本のフェイクニュースの状況ですとかあと日本ではジャーナリストがネットとか SNS を活用しないというのはまさにあの胸が痛いその通りなんですけれどもあのなんていう指摘もありがとうございます。それではあのちょっとクラレフさんにですね今の、えー アメリカの,その中間選挙でのフェイクニュースの状況というのがどうなっているのか、ちょっと具体的な話をいくつか教えていただけないでしょうか、その後でまたそれについて話をしていければというふうに思いますじゃあ,あ、良い知らせの方から。 少なくとも国民はそういった現象があるということを今理解しています。2016年の時はほとんどのアメリカ人はそういったことに気づいてすらいなかった。我々のほとんどがロシアのキャンペーンの影響がどういったものになりうるのかということすら分かっていなかった。全くある 東欧の男が？アパートに座って何かを書いて。起こっていないようなことに関するストーリーをでっち上げて、ソーシャルメディアを使って google ads を使ってえ、そしてそれでお金儲けをしているなんて想像もできなかったんです。bbc で彼はインタビューを受けました。昨年だったと思います。だから、私もこのことを知るに至ったんですけれども。 ですから何か悪意があって何かを拡散しようということではなく単にお金儲けをしたかっただけです見出しが衝撃的なものであればあるほどクリックする人も多いだろうっていうそれだけの考えですでもし見出しがあまりにも信じられないようなものであるのであればそれは信じるべきものではないんだろうと私はいつも言っていますですから騙されちゃいけないよって言ってるんですけどこの選挙においてとても私が関心を持っているのは 我々はよりロシアのキャンペーンのことも分かってきたし、より私たちは気づいてはいるけれども、しかし彼らはですね私たちが思っていた以上に活発だ、活動的だということなんです。もう彼らはですねやっつけられたというふうに思っていたわけですが、実際はそうではないんででですす彼らは今でも大変活発ですずっと活発発ずっっとだたんです。 それがまあ,状況の一部ですまあ海外のアクターという言い方をしていますまあロシア人でも何人でもいいんですけれどもそれからさっき出てきた話で政治候補者がフェイクニュースを使って自身の意図をですねそれを前進させようとしている売り込もうとしているそれの最も顕著な例この収集間で。 それはある種のキャラバンですキャラバンのことをご存知でしょうか移民たちがやってくると中央アメリカからやってくるまあ彼らが我々の国を支配してしまう侵略してしまうというようなそれが利用されていると思います私は民主党がそれに何の対処もできていないことにちょっと驚いています 彼らは大統領それから共和党からさまざまな形で非難されているけれども民主党はそれに効果的に応えることができていません例えば民主党が,がキャラバンを引き起こしたんだと民主党がこれを作り上げたんだというような言い方もされていますけれどもそんなことして民主党は何の得になるんですか でもそんなこと毎日メディアに書かれているんですよえそしてトランプがキャンペーンをしている中でそういった言葉も何度も出てきますよね民主党がやってるんだとかジョージ・ソロスがこれをお金出してやらせているんだとかそんな言い方されてますけれどもこの選挙の前にそういったことが起こることの民主党の利点は一体何なんですか移民のことを恐れているアメリカ人がこれだけいるということが分かっているのに全く意味がないですよねどちらかというと共和党がやってんじゃないかと私に言わせれば思いますけれども ででででもそんんんなな声はは全く聞ここえてこないんですまあ私は何か証明できるわけではありませんしかし理論的に言うと一体このキャラバンから最も利益を得ることができるのは共和党か民主党かっていうとどちらかというと共和党なわけですよね。だって民主党が何もできていないというそういった売り込みに使えるわけですからそれがまず一つ。でもう一つ昨日を聞いたことなんですが。 民主党が国境を解放しそして人々がどんどん入ってきていいように仕向けようとしているとでも民主党はそんなことやっていないんですよだからこれはですねやっぱりでっち上げなんですしかしメディアはそれを何度もカバーしています全くそれに対する対応や文脈も提供せず BBC でも言ってますよえその BBC ほどですね、党派的ではないメディアがそれをやっているんですよ。でもそういったことが報道されても誰もですね対応しないし、それに対する文脈の説明もないわけです。ですからアメリカのメディアでのトレンドでファクトチェックングっていうのがあるんですね。ファクトチェッカーという人たちが存在するんです。で私たち今もうそれに慣れてきてしまって残念なことなんですけれども。 トランプ大統領がですね2016年に大統領になって全くですね全くのでっち上げを言うようになったわけです。何かが起こっているというふうに彼はですね全く証拠もないんだけれどもそういうふうに単に思ったことをパッと言っちゃうわけですよね。新聞の中にはそ,のそれだけををやるレポータータ 任命していいるそういったところすらあるんですあまりにもそういったことが多いからまあ政治家はいつも嘘をつくものだだからそんな大したことないというふうに言う人もいますでも今やっぱりですねその当時の嘘とそして今日つかれている嘘の質は違うと思いましてまたその量も違うわけですよね。ここでちょっと止めましょうか。 いいニュースから始めていただいてああそんなふうにこうみんながこうメディアリテラシーがこう身について意識してよくなっているんだなと思ったらその後に続いたお話が大変驚くべきというかまあ恐ろしい話でどんどんエスカレートしているのかな状況はというふうな印象を受けたんですけれどもあのやっぱりすごく怖いのはあの今もその政治家がというか候補者が フェイクニュースを使って自分をプロモーションするっていうキャンペーンに使うっていうのがやっぱりあったりとかあと大統領自らがフェイクニュースを利用するっていうその権力と結びつく政治と結びつくとやっぱりすごく恐ろしいことが起きるんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。でそこであのじゃあ古田さんに伺いたいんですけれどもまあ日本は先ほどはフェイクニュースは非常にアメリカとは全然状況は違うという話だったんですけど政治とか権力との,の SNS とかネットの状況あのネット利用の状況っていうのは日本はどうなんでしょうアメリカと比べ あの実際にそのフェイクニュースを使ってですね。自分たちのその政治的なアジェンダをプロモートするっていう。現象は日本でも発生してます。今一番最近あったのは沖縄の県知事選ですね。あの今、知事になったあのデニーさんに関するフェイクニュースをその自己推薦の候補者側の人間たちが。 まあ現役の衆院議員もいましたけれども、があのツイートするわけです、どんどんこんなニュースが流れていた、でも明らかにフェイクニュースなんですよね、なので、バズフィードでこのニュースはフェイクです、この議員がシェアしているこのニュースフェイクですっていう記事も何本か書きましたけれども、現実に起こっているし、例えば別にその今回の県知事選じゃなくても、大,のの大阪の住民 投票のときにも、あの散々フェイクニュースを各陣営が流してたわけで、あの実は日本でもそういう状況はすでに発生しているんですよね。問題は、先ほどそのクラリスさんが言ったような、そのファクトチェッカーが日本のメディアってほとんどいない。 日本でファクトチェックをしているメディアって実はとても少ないです。朝日新聞もファクトチェックってあのコーナーを持ってますけれどもそんなに数が多いわけではない。あのバズフィードはファクトチェッキングをかなりあのしょっちゅうやってますけれどもとはいえ我々ってそのメディアの規模としてそんなに大きくないのであの毎日やれるわけではない。で僕 あのそういう今、日本で今、僕もどうやってそのフェイクニュースと戦うのかって悩んでいるのでそのクラルフさんにぜひあの聞いてみたいのが、先ほど、のの最初にグッドニュースですって、人々はそのフェイクニュースの問題に気づいていますっていう話をした、2016年のことは気づいていなかったと、今はその政治家がそういうふうにフェイクニュースを使っていると、それに対して、じゃ問題に気づいた人たちはどのように反応してるんでしょうか。 誰がじゃあ今でもそのフェイクニュースを信じてしまうんでしょうかまず、なんでも自分の考えと近いものは信じるという人です、成人の分野も含めてということです。 こうした現象というのは自分が聞きたいことだけ聞くという現象です。いろんなものは情報として出てくるんですけれども、一つのことにしか耳を貸さないということで大変大きな問題です。今まで知らなかったんですけれども。 人々を変えるのは難しいということです。事実で人を変えるのは大変困難であるということです。私にとってもこれはサプライズなんですけれども。人間であるその定義の一部ではなかったのかというふうに思うわけなんですけれども。人間というのはこの地球に住む唯一思考をすることのできる生き物ではなかったのかというふうに思うわけなんですけれども。 またもう一つのグループとしてはどうして人が信じるのかというのがご質問でしたっけどういう人がなぜ信じてしまうのか、so、?Why people believe and who believe?These So these are the two main questions for me. そうですね、もう一つのグループ、最初のグループというのは、とにかくま考え方を変えられない人たちし、聞きたいことだけ聞く人たちがいます。そして、反対派の意見も聞くという人もたくさんいるんですけれども、でも。 問題はどうしたら彼らを動かすことができるのか、彼らの意見を変えることができるのかということです。例えば、トランプ大統領は国のために何もいいことをしてくれないというふうに思ってしまうと、誰が何と言ってもその意見を変えないという現象も起こる。最近の歴史を振り返ってみると、 ここ50年の過去の大統領どの人を見ても必ず少しはいいことをしているんです国家のためにですよでも自分のニーズと国家のニーズは別に考えなくてはなりませんまあ本能的であることでもいいのかもしれませんけれども教育を 受けている方がこの2つの線引きがうまくいくことが多いと思います民主主義簡単ではないですけれども民主主義の国に住めるということは特権であり えー、責任が伴うもものでです権利ある市民で責任ある有権者でなくてはなりません。何に対して投票しているのか理解しなくてはなりません。もっとお金が欲しいというのはそれをもとに有権者を候補者を選ぶというのはよくありません。 2016年にトランプ大統領に投票した人たちはお金持ちになれると思ったからです労働者階級の人たちが職をなくすのが怖くてトランプ大統領に投票したというのもありますけれども3つも家を持っていて17台も車を持っていてプライベートジェットも持っているのにもっとお金持ちになりたいからそのトランプ候補に欲 欲張りでで投票をした人た人ちがいるわけですアメリカその他の国でもこの欲というのがコントロールできなくなると問題だなというふうに思っています。自分にとって良いことそして国にとって良いことを線引きして考える必要があります。もうすでに自分の考えを決めている場合その場合その自分の考えを変えるのにどれだけオープンで。 荒れるのかということなんですけれどもほとんどの人はあんまりそうした意見を変えません決めてしまうと教育を受けている人でもそういう人が少ないのは トランプ効果の,その非常に影響が大きいからではないでしょうか。彼がああいうふうですから、何のエビデンスがなくても主張をすると。ツイッターなのでコミュニケーションを図って、スタッフに言う前に大,きい大々的に発表をしてしまったりとか。 そういうことをするので、やはり国民は、トランプ大統領がやっている良いことになかなか着目しにくいということがあります。証明されていませんけれども、今回の場合はそういった考えを変えた人に私はまだ会ったことがないんです。大きなトピックに関してですよ。 経済株式市場はまあ今年はあまり調子よくないですけれども失業率アメリカの失業率は史上最低ということで3.7%です。 こ,のこれほど失業率が低いのは50数年ぶりだということです。それはトランプ大統領のおかげなのか、それともオバマ大統領のおかげなのか、分かりません。でも、なかなか難しいです。今、メディアとの関係が 2way になりましたから。 編集長の方もどれだけストーリーがクリックされたかっていうのを見てしまいますからさらに言うとそのデータに基づいて将来的にどういった記事を書くのかというのを決めていきますからこのクリックとかいいねのインパクト影響ということに注目するとこのとても重要なストーリーを書いたを な、まあ、調査報道でたくさんお金がかかるというストーリーでも5,000クリックしかもらえないでも別のストーリーは30分で書き上げて全然お金もかかっていないでも500万クリックももらったとじゃあどうして調査報道をしなくちゃいけないんだってなんでそこにお金をかけなくちゃいけないんだっていう話になりますよね。 多くの人がそういった行動をとってしまう。でもニューヨーク・タイムズのような新聞はまだ、もちろんクリックのことは分かるけど、広告のことも分かるけれども、うちはニューヨーク・タイムズだから、うちがやらなければ誰がやるという人がまだいるわけです。で、再近のことですけれども、3人の記者が1年以上かけて、調査報道を。 やったんです。トランプ大統領のお金、えそして税の申告の件を追ってきたのです。3人ずっとこれだけやってたんです。部屋に閉じ込められて、何を彼らが何をやっているのかわからずで大変長いストーリーが出るわけなんですけれども、まあちょっとクリックはされるかもしれませんけれども。 もちろんフェイクニュースだというふうに言われると思いますが、でも、誰かが、誰かの悪いイメージを描くために最初からやるのか、それとも真実を暴きたくてやるのか、多分それは知られていなかったことですよね。 その税申告を公表してこなかったどれだけ税納税をしているのかは言ってこなかった分からなかったそしてまあお父さんが若い頃にビジネスを立ち上げるのを手伝ってくれたそしてたったの100万ドル支援してくれただけだというふうに言って,言っていましたけれどもでも実際はそうではなくて1億ドルであったと。 で、共和党派はもちろんトランプ大統領を傷つけるために、その意図があって出てきたものだというふうに言うでしょう。民主党の方はもちろんそれなりの意見があるでしょう。ですから、トランプ大統領を人としてどのように考えるかにかかわらず、 事実を求めなければなりませんストーリーを読んでそしてこれで十分なのかということを自身で判断しなければなりませんこの記事はよく書かれているのかそして ちゃんととと証拠があってののストーリーなのかということを判もしくはですねこれは秘匿されているようなものかもしれませんそうすると点と点をつないでいかなければならないんですさまざまなものを読んだりとかもしくは17人の違ういろんな人と話をしてみるとかそしてそれを全てまとめてそしてパズルをまとめてそしてそのストーリーを構築する。 専門家がいる時もあります例えば欲しい文書がない手に入らないで証拠になるような文書がないような場合は専門家と話をしてそれはどういった意味なのか説明をしてもらうですからそういった文書がなくてもそこで判断をするということが合理的に可能になるわけです。おそらくこの文書を見れば 手に入れたかった文書がこういったことを言っていたんだろうということを推測できるようなものとかまあそういったものが必要になる直接的なもしくはですね議論のないような確固とした証拠っていうのは必ずしもないかもしれないけれどもストーリーを伝えそしてそれをやっぱりちゃんとその裏付けをやはりしなければならないと思うんですね。 まあ政治のストーリーですとか記事ですとかそういったものに関してはもうさっき少し話をしましたけれども国民の見方それからジャーナリストの仕事でそのストーリーを作る記事を書くということと。 話の中でその事実で人の考えを変えるのは非常に難しいっていうのはもう本当にあの何て言うかどうしたらいいか分かんなくなってしまうような話なんですけれどもまあ我々はやっぱりあのその事実をその調査報道もそうです事実の裏を取るということに非常に手間暇とコストをかけているわけで。ただやっぱり人っていうのはそのは自分の 聞きたいニュース見たいニュースの方に吸い寄せられていくという話も今あったと思うんですけどそこでそのネットニュースをやっている古田さんに伺いたいんですけど最初の,あのコメントにもあったと思うんですけどネットの時代になって読まれるニュースがカウントされるようになってそこがもう革命的な紙の時代と革命的な違いだとそのでもその我々がこう伝えなければいけない。 まあ先ほどあのニューヨーク・タイムズにはそういう記者がいるんだというクライスさんのお話がありましたけど伝えなければいけないニュースとまあ読まれるニュース、見られるニュースのこのバランスっていうのをどういうふうに考えるのかっていうのをちょっとお答えにいただいた後あと会場の皆さんから質問を受ける時間を取りたいと思います。じゃああお願いしますあの 企業体である以上黒字じゃない限り絶対そこは潰れるわけですであの黒字じゃないところっていうのは全て借金で食べてるのと一緒なのであのそれは成り立たないんですよねなので黒字にはしないといけないただじゃあ何のために我々は黒字にしてその組織体を運営してるのかっていうことを最初に定めないといけないと思いますでそのためには例えばバズフィードであれば我々のミッションを定義していてその人々の生活にポジティブなインパクトを与えていこうっていうのが 我々のミッションですでそのミッションをあのニュースであったり我々はエンターテインメントもやってるんでエンターテインメントのその両面で果たしていくだからそのすごいあの面白おかしいショーであの観客を集めることもあればハードニュースもやりますし僕らは調査報道チームインベスティゲイティブリポートの専門チームも持っていますであのそれは確かに調査報道をしても はっきり言ってエンターテインメントに比べたら観客は少ないでそこで生み出せるお金はないけれどもそしてコストはものすごくかかるでもそれでもそれはやる価値があるしでそれによって世の中にポジティブなインパクトを与えることができる我々のミッションを果たすことができるからそこでいくら赤字を出そうとやることができるとなのでバランスを取るという考え方ではないと思いますそもそもがその組織体としてまず黒字経営ができるような体制を築く でその上において、じゃああなたたちの組織はどういうミッションを持ってますかと、でそのミッションに従って、あのー、全体が赤字にならないレベルまであのコストをかけて、その調査報道なり、ハードニュースをしていけばいいんじゃないかなと思ってます。 はい、ありがとうございます。あのバランスではないっていうのがま非常になるほどなと思わされたんですけれども、それではあの会場の皆さんからですね、ご質問を受けたいというふうに思います。えっとご質問のある方挙手いただいて、えっとお名前とご所属、それからえっとこの人に答えてほしいということがあればそれも合わせてあの伝えいただければというふうに思います。それではどなたかご質問のある方いらっしゃいますか。 えー、読売テレビの川ととといいいいままますす貴重なおお話ありがとうござししたたさんにおお聞きしたいと思いますあのアメリカの人たち、まあ、日本もそうかもしれませんけど自分たちの見たいニュースしか見ないようになったというお話があったのですが要は私たちアメリカからの報道で要はトランプさんを応援する人たちは FOX ニュースばっかり見て反対する人たちは、まあ、ニューヨーク・タイムズとか CNN ばっかり見ているというお話をよく聞きますが。 その客観性が大事だというお話がありましたけれども、例えば FOX ニュースはトランプのここがダメだというところもちゃんと報道しているのか、CNN とかニューヨーク・タイムズのトランプはここが素晴らしいというところ、要は逆のところをちゃんと報道しているのかということをお聞きしたいと思います。 その私がいつも思ってきたのは。 その良いことでも悪いことでも、報道すること自体は簡単だと思ってきました。別にいいこととか悪いこととか思わなくていいんです。政府の人たちは政策を立案し、そしてそれを実施するわけです。そして、人々の生活をより良いものにしなければならない。政府というのは、そのためにあるわけです。人々の生活を良くするためにあるわけです。ですから、そのいいニュースとか悪いニュースとかっていうことじゃなく。 単に報道というのは,これは意見とは違うんです。報道とオピニオンは違います。ニュース、私が記者だったとき、ニュースリポーターだったんですけれども、オピニオンは書きませんでしたで。そんな難しいことではないと思うんですね、この2つを分けて考えることは。CNN とか FOX ニュースとかの話をするとき。 1つアメリカでの問題はそれはテレビのアンカーマンパーソナリティそのアンカーマンの中にはですね自身の意図があってでその自分は何か救世主であるというようなそういったそしてあまりにも 議論好きでありすぎるというようなところがあると思いますニュースを見るのは彼らの意見を聞きたいからではないんです彼らはニュースを届けるキャリアなわけですニュースを伝えるためにいるだけであって別に彼らがそれだけ素晴らしい偉大な人だっていうことを証明してくれる必要もなければ彼らの意見を聞きたくて私はニュースを見ているわけではないもうテレビ自体見ませんけれどもね ですか。ら2016年の大統領選の後、私はもうテレビのスイッチを抜きました。もうどちらの側のテレビも見ません。なぜかというと、もうこれは視聴率のことばっかりで、お互いが叫べあったりとか、そんなことばっかりで、そんなことに割く時間はないというふうに私は思っています。いがみ合いばっかりですよね。右の人、左の人でそれぞれの意見を言って。 ね、そして彼らはどこにもソリューションがなく全く何も生まれないような話をし続けているですから本当にもう無駄だと思ったのでもう見ないようになっています。トランプ対 CNN のアンカーの戦いそんなふうになっちゃってるわけですよね MS。MSMBC との戦いそういったものになってしまっている。 もしくはジャーナリストのパーソナリティそれ自体が何か売り物になっているでもジャーナリズムってそういったことではなくその自分がニュースになってどうするんですかそうじゃないですよね。例えば CNN にに爆弾レターーが送られてきたそうすするとニュースになりますよねでもそれはあなたがやったんじゃなくて他の人がやったことであってその中にですね引き込まれただけですよね。あなななた自身がニュースでではいいととうことなんです もちろんその爆弾レターを送ってはいけないわけですけれどもまあでもおっしゃるようにそれとは別にアンカーの中にはあまりにも自分をあまりにも大事だと思いすぎ自己顕示欲が強すぎる自分が例えばトランプ対トランプの救世主だというようなそんな人がいます。 まあそのどのアンカーに私が賛成するとかそういったことは言いませんけれども賛成するかもしれませんけれどもそういったことではなくってこのトランプとどのアンカーの戦いということではなく彼は大統領なわけですからもっといいことにですね時間をテレビの番組は時間を使うべきだと思うんです。 もう私の一生涯を通して、もしくはキャリアを通して、そのトランプ、対トランプの救世主というふうには全く見られたくないです。他にももっとやるべきことはあると思うんですね。大統領のことをどう思うが、それは関係ありません。そういった仕事ではないはずです。でも、それが自分の仕事だと思ってしまっている人がたくさんいると思うんですね。 で誰がそれは彼らの仕事じゃないと言ったんでしょうかまあどれだけ正当なことかどうか分かりませんがメディアは常に変わりつつありますもしかすればテレビのアンカーの仕事は昔はそうではなかったけれども今はそうあるべきだというふうに思う人もいるかもしれません私はそう思いませんけれどもねでも根本的にですねジャーナリストの役割としてそんなものが必要だとは私は思っていません。 次の質問にはもうちょっと短く答えたいと思います。はい、ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか。はい、じゃあ真ん中の女性。皆さんどうもありがとうございました。学校図書の坂東と申します。えっと皆さんにお伺いしたいんですけれども、あのメディアリタラシーを学校現場で教えるっていうことが今非常にあの重要視されていまして。 でもそれを教える教員であるとかあの指導者の立場の方はもしかしたら偏った意見を持っているかもしれないしもしかしたら先生が使うそのメディアリタラシーの授業の資料というのはまたフェイクニュースかもしれないそうした現状がある中でどういうふうな教育メディアリタラシー教育を行えば一番良いかというのを教えていただきたいと思いますよろししくお願いいたします。 ありがとうございますあのじゃあそれぞれということなのでまず私から簡単にお答えしたいと思います。えー、私はです、ね、こういう質問を受けるときといつもこういうふうに答えてるんですけれども一番簡単なのは新聞を読み比べてみるということじゃないかと思うんですね。あのーまあ 4、4、5、4でのどのように同じニュースでも新聞によって書き方が変えられているかあの客観的にしかこのニュース伝えられないよねと思うところでもどこに焦点を上げているか、えー、どこのさ立場に立つかないとやっぱ微妙に違うんですね、まあ、それによって、まあ、客観性とは中立性とは何かとか何をニュースとするかなんていうのも、えー、勉強になるのではないかと私は思います。ででではじゃあ、えー、と古田行ってからでクラリフさん行きましょう、はい、えっとですね <laughs> これあの早、早稲田大学で聞いた話です。あの早稲田大学でそのジャーナリズムの授業をしていたと、でみんなでその自分があの気に入った記事を持ってきて、それであの小さいグループを作ってディスカッションをするというあの、ま、授業です。ちなみに早稲田大学って日本で、まあ、著名な大学の一つです。で、そこでジャーナリズムを勉強したいと思っている学生です。で、ある学生が持ってきた記事が、保守速報の記事だったらしいんですね。 保守速報って日本の代表的なフェイクニュースサイトです <laughs>。で、早稲田大学のあの有名な早稲田大学でジャーナリズムを勉強してる大学3年生が保守速報の記事をそのジャーナリズムの授業に持ってくるレベルなんですよね。で、これも本当に大変な事態だと思うんですね。で、あのメディアリテラシーの授業で小中学生ぐらいでもいや始めてると思うんですけれども。 その大学でジャーナリズムを学ぶ学生がそのレベルだということはその小中学校でメディアリテラシーの授業をするときは本当に本当に気をつけないといけないと思います。でそれともう1つ最後にあのあの僕答え持ってないってさっきり言ってあのどうしたらいいのか僕も悩んでいるので,でもう1つの事例あの僕、先々週台湾に行っていたんですねでそれが台湾でその台湾とアメリカのパートナーシップで開いているそのまあ環太平洋圏 まあ主に東アジアの,メディアの人たちが集まってでフェイクニュースに関して議論するっていうセッションをやってたんですね。でその時に台湾のメディアの人たちがこうフェイクニュースに騙されたっていうのがトピックの一つでした。で何のフェイクニュースかっていうとあの大阪であの台風が来た時にその。<coughs> 空港に取り残された人たち、中国の人たちを、中国の大使館の人たちは素早くバスを送って避難させたけど、台湾の領事館の人たちは対応できなかったっていう、でもこれ実は真っ赤な嘘です、中国から流れてきたフェイクニュースで、それで台湾メディアの人たちはコロっと騙されたんですよね、それを集中的に流した結果、台湾の領事が自殺するというすごく痛ましい事件がありました。 だから僕その時に台湾の人たちにその場で手を挙げて僕が意見を言ったのがなぜ台湾メディアの人たちは電話一本かけなかったんだとで電話一本かけたら当時、中国だろうが台湾だろうが日本だろうが避難させるバスを揃えることはできないということは簡単に分かったはずなんですよねでもその一つすらできずに台湾メディアの人たちはみんな騙されたわけですということは実はメディアリテラシーってメディアの一つすら持ってないわけです 現状で言うとというところから考えないと、そのメディアリテラシーを自信を持って語ってる人たちこそ僕はやばい、危ないんじゃないのかなと思っています。えーと、そろそろ時間なんですけど、もしもう一人質問があればと思います。はい、じゃあ。 筑波大学附属高等学校2年の大谷紗彩子と申します。本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。えっと質問なんですが、高校生が今あのニュースを知るってなると、やはりスマートフォンを持っている人が多いので、新聞やテレビを見る時間もなく、インターネットから情報を得ることが多くなってしまっています。えっと私自身もそうなんですが、それはニュースが身近になる反面、そのフェイクニュースとかやはり。 インパクトのある情報につられてしまうところもあるんですが、そういう状況をどう捉えていらっしゃるかと、あとその中で、まだその情報の信憑性を判断する力が未発達な高校生がどういうふうにニュースと向き合っていけばいいのか教えていただきたいです。よろししくお願いいいいいいいまますすすははははありがとうございますこれはぜひクラレフさんに伺たでね まず一つですね最近出た調査ですごく面白かった結果がですねその若年層と40代以上の人にこのフェイクニュースを読ましてどっちが見分けられたかというあの調査をしたら若い人の方が圧倒的に見分けたというこのい結果があってですね高校生だから見分けられないとか年長者が見分けられるということはまず全くないですで。僕らもう今までこの日本におけるフェイクニュース どういういいいものがが多多かったら排外主義系が多いんですよね中国や韓国を貶としめるようなフェイクニュースというのが日本ではすごく多いんですけれどもでそれをこうバン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 フェイスブックでシェアしている人って大体50代以上の方とかがすごく多いです。 しかも先生と呼ばれるような職業に就いている方が実はすごく多いというあの傾向があります。なので若いから見分けられないというわけではないと思います。で、一つ僕、ぜひこれは注意してやってほしいなと思うのがですね、ネット上で流れてきたら、まず誰がそのニュースを流しているのかというのを調べると、それがじゃあ朝日新聞が流しているのか、読売新聞が流しているのか、それとも見たことも聞いたこともないようなサイトが流しているのか、もしくは そういうサイトですらなくて個人の噂なのか、まずは発信者を確かめてください、それをするだけでずいぶんだされる可能性は減るし、あともう一つ僕がこれよくそのフェイクニュースを見分けるときにあの皆さんにお勧めするのが、そうだ、その通りと思ったニュースは大体危ないって考えたほうがいいと思います。フェイクニュースを作る人たちはそういういうにして 相手がそうだ、その通りって思うような記事を書くことによってシェアさせようというふうに狙っていますなのでもし自分がよし、これは自分の意見その通りだと思ったらこれは本当に客観的なニュースなんだろうかって疑ってみてください。 その時には私はもう関係ないとと思うことがありますでいつも聞こえてくるのはそのラジオで何か言われていることもしくはインターネットの,その見出しでそれを信じるべきかどうか私自身分からない時があるんだけれどもそんなことどうでもいいって思うんですねそれは私に何の影響も及ぼさない。 それが本当なのかどうなのか、真実なのかどうなのか、どうでもいいと思っています。他に心配すべきことはたくさんあるので、もうそれはですね。私はスルーします。で、もしそれが重要なのであれば、ソースはどこなのかということを確認する。まあ、そのようにしています。で、私が信頼できる出版元なのかということを確認します。で、学生の人、まあ、高校生であれ、大学生であれ、私がお勧めするのは。三つから六つの。 ニュースソーススソ毎日読むニュースソースというのを選んでみてください。毎日読むものですで、まあ、数か月経つとそれをやり続けて数か月経つとそうするとそれらを理解しそしてそれぞれどういった違いがあるのかということが本当によく理解できるようになると思います。で先ほど まあ、あの対立する2つを選びましょうという話がありましたまあアメリカでは2大政党まあ大きな政党は2大政党しかないわけですから1つまあリベラル1つ保守という形で選んでもいいと思いますけれどもまあ別に FOX ニュース聞きたくないのであれば聞く必要はないと思うしで まあこれが日本で本当に大きな問題にアメリカほど大きな問題になっちゃうかどうか知りませんがメディアをリベラルかもしくは保守なのかというふうに切り分けたがるんですね人々はでもメディアはそういったことのために存在しているわけではありませんどちらかをサポート支援するために存在しているわけではないんです。 その誰かのスポークスパーソンではないんですねメディアというのはまあ多くの場合そういったことを知らない人もしくは私が言っていることに賛成しない人がたくさんいるんですけど私が言いたいのは多くの国において政治家はメディアが自身の報道官であると思っている人が多いんですね。 で政府の人間になったからメディアにいいこと書いてもらえて当然だともしくは報道してもらいたいものを報道してもらえて当然でしてもらいたくないものはしてもらうしなくて当然だというふうに思っているかもしれませんがそうではないはずです。民主主主義義でではは少なくももそううす独裁主義の場合はどどか知りませんけれども数年間 数年前ですね。コソボに行きました。旧ユーゴの国です。その時にその政府はなかなかそういったことを理解しなかったんですね。政府のためにメディアが存在するわけではありませんメディアというのは社会国民のために存在するんです。政治家としてそれを理解しなければなりません。特に政府に付くような人間なのであれば。ですから、まあ選ぶ時にですね。その出版物を。 それがその自分の見解と全く違うような極端なものをわざわざ選ぶ必要はないと思っています例えばエコノミスト誌これはイギリスの出版物ですけれどもこれをコンサバと思っている人もいますで、そのような評判ですしかし実際読んでみてくださいそうするとそんな全然保守じゃないですよ読んでみるとわかると思います でエコノミスト誌のことを言いましたので一番エコノミスト誌のいいところはちゃんとその文脈まで書いてくれるんですねそういったところはあんまりないですよでこういったことが起こったそれの意味はこうであるということをちゃんと書いてくれるわけです。時にはですねこれには賛成できないというようなことを書く場合もあります。例えばトランプ大統領の候補と いうのはサポートできませんとかブラジルの新規に選ばれた大統領はブラジルにとって良くないとかそういったことも書きますでも多くの場合はこれが数字でありその数字の意味はこうである経済であればこういった意味であるというふうに書いてくれるんですねで、大きな例えば火曜日に大きなニュースが出た時 エコノミスト誌は一体どのように書くんでしょうかというふうに私はいつも思います他のところも書くわけですよねで常にその読者まあとっても高いですよねエコノミスト誌ってだからどんなふうな文字を書くんだろうで思うんですけれどもいつもいつも驚かされますほぼいつもですそれはなぜかというとエコノミスト誌は常に長い目で持ってそしてその文脈に沿った形で記事を書いてくれるからです。 単に誰かが飛びつくような記事は書かないわけです。考えたこともないようなトピックであったとしてもそれが理解できるような形で自身の人生にどのように関わってくるのかっていうのが分かるような形で書いてくれるんですね。そして 自身の教育にもなると思います。今まで知らなかったことを知る機会にもなる、うそういったものになっています。過ぎましたので、そろそろ今日はこれであの開きにしたいと思うんですけれども、あの黒井さん今日はどうも本当にありがとうございました。アメリカの事情や毎日べあの日本でもと紙とインターネットの違いなども分かってあの大変大変いい時間になったのではないかと思います。今日は皆さん本当にどうもありがとうございました。